いぶ暖かくなりましたね。高速道路もね、移動できると。ワンツーファイブプラストランポっていうのはね、ありなんじゃないかなとか思ってまして、そのあたりもね、ちょっといろいろと動画にしていきたいかななんて、思ってるんですけどね。グロムね、評判はなかなか上々でして、ミニサーキットなんかもね、結構楽しいなんていう話も聞きますしね、ぜひそこはね、なんか挑戦してみたいなと思ってますけどもね。カスタムもね、ワンツーファイブといえばね、気軽にちょっといじれるっていうのがありますので随時ね、そのあたりもいじっていきたいかな。レバーと、レバーとですね、アクセルスライダーに関してはちょっと購入してありまして、であとアンダーガードかな、アンダーカウルね、これもオイルパンのような形で、オイル受けられるような形のものをね、注文はしてるんで、サーキットにね、ちょっと打ち込むことを想定した形で、カスタムをしていこうかなと思います。ベクトルジャケットちょっと肌寒いかな、まだ風をね結構ガンガン通しちゃうんですよね、このジャケットね。バイク乗るとね、ちょっと肌寒い時は寒くなっちゃうんで、でじっとしてると結構保温性があるんでね、なかなかこう中途半端なんだよな。はい、そんな
感じでね、まあ令和始まりましたが、サーキットにね、ツーリングに、日々の、仕事の移動、それにトランポね、ちょっといろいろと、まあ、バイクライフに関わることね、いろいろとやっていきたいかなと思っておりますんでね、ぜひね今後ともよろしくお願いします。よし、それではね、今回の動画は、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。バイク3台体制に。